こんにちは、親父の家のジジイです。今日は横浜 DeNA ベイスターズ友の会から特典が届きましたので開封したいと思います。この3つの中からちょうど私の普段使っているリュックサックが壊れてしまったのでリュックサックを選びました。これを普段使いにしていきたいなというふうに思います。では開けていきます。なんか出てきた。おまけが出てきました。コースターですかね。あ、これはこれです。ベイスターズのマークが入っています。色は黒。ベイスターズバックパック。はい、大きさはそんな大きくなくて、これちょうど普段使いにちょうどいいかなと思います。中、サイドポケット、ここにもポケットがあります。では早速リュックにまずはお守りをつけました。大魔神社のお守りです。そしてスイート、このリュックの中にはベイスターズの御朱印帳とファールボールなんか飛んでくると怖いからキャッチャーネットも入れておきます。で、これだけじゃ足りないので以前何かのセットで買ったこのバッグに、バッグの中にホームランボールを取るためにファーストミット、これは長いから取りやすい。そしてこれは欠かせません。扇子、これからと筒香選手のお人形、書いておいで筒香。それとこれだ、25年前優勝した時のワインです。これを優勝する時に持ってってバーンとぶちまけたろうと思います。この格好もこれもおかしいですね。少しよいしょ、アイラブ横浜
康明選手のお面。筒香選手のキャップ。サングラス。こんな格好で これを背負ってハマスタで見かけたら声をかけてください。いやいや、こんなおかしなじじいに誰も声かけないよね。それではバイバイ。